両替液両替液とは、両替を自動的に行う機械のことである。紙幣、または硬貨を機械に投入すると、投入した紙幣や硬貨よりも、額面の小さい金種の形に変えて払い出す機械のことである。一般には高額紙幣による支払いが困難な場合や、支払い手段が硬貨に限られている場合の便利のために設置される、紙幣両替液と硬貨両替液があり一体型の場合でも、 紙幣と硬貨では、投入口が異なる。受け入れる紙幣の収納スペースがなくなった時や、払い出す、紙幣、硬貨に不足を生じている時には、両替中止と表示される。受け入れ硬貨を再び払い出し硬貨に使用する機種は、干流式両替機という、両替パターンは、確率的になっている場合が多い。多近種の受け入れが可能な機種では、同一投入口に繰り返し投入することで500円。 高価100円高価5枚、100円高価10円、高価10枚のように崩していくことができる機種もある。なお、両替パターンについては設置者があらかじめ設定できる機種や利用者がタッチパネル等で選択できる機種もある。最近の機種では取引履歴が残るようになっているものもある。日本では10円高価を使用する公衆電話の普及に伴い、公衆電話が多数設置されている駅。 病院、ホテル、ショッピングセンターなどの公共施設に100円効果を10円効果10枚に両替する短機能両替機が多数設置されていた。公衆電話で100円効果が使用できるようになっても100円効果では釣り線ができないことから両替機は一定のニーズを有した。しかしテレホンカードとの普及により徐々にテレホンカードの自動販売機に置き換えられ、 公衆電話の撤去が進むにつれて、両替機も数を減らしている。同時期に普及した自動販売機は、1000円紙幣は使用できなかったことから、1000円紙幣を100円硬貨10枚に両替する両替機が自動販売機が多数設置されている箇所に隣接して設置されていた。これも自動販売機で1000円紙幣が使用できる機種が一般化したことと、防犯上の理由もあり、 撤去が進んでいる。また、銀行業務の機械化により、銀行には放送公開の両替機能を持つ自動両替機が設置されるようになった。銀行向け両替機は、大型ショッピングセンターのテナント向けや、大規模タクシー営業所の乗務員用両替機として設置されていることもある。かつて、セブンイレブンは、店頭に両替機を設置して、有料にて両替を行うサービス。 みんなの両替機を展開していた。外貨を両替する機械としては、外貨両替機がある。時刻通貨を外貨に両替する機械は、自動販売機と、逆に外貨を時刻通貨に両替する機械は、自動買取機と、それぞれ呼ばれる。日本の場合、外貨自動販売機は、国際空港の両替所、銀行の外国為替取扱い支店などに設置されている。外貨自動買取機は、 設置数が少ないが、成田市内の一部ホテルや、在日米軍関係者の多い地域の銀行や、ショッピングセンター、鉄道、近年では、コンビニエンスストアなどでも見受けられる、1円硬貨、5円硬貨を10円硬貨に両替する、逆両替機も存在する、消費税導入当初、1円5円硬貨不足を解消するために設置されていた。なお、最新の機種でも、 オプションとして逆両替機能を有するものがある。両替機を内蔵した、運賃箱高知空港の送迎デッキ入り口に設置されている両替機銀行を主に友人店舗の ATM コーナーに設置されている。稼働時間はおおむね平日9から15時。日本の銀行では、長らく両替は利用者サービスとして、手数料無料で行っていたが、両替用の貨幣を管理するためのコストを、 利用者から徴収するという名目で、両替機の利用にあたって、手数料を徴収するようになった。そのため、銀行向け両替機には、手数料を徴収する機構が追加されたものもある。利用する銀行のキャッシュカードや両替機専用カードを必要とする両替機もある。また、現在は、現金の回収と輸送を行う警備会社などが、同時に、両替効果搬送サービスを実施していることから、 両替需要が減り、両替機を撤去する例も見られる。鉄道、バスワンマン運転を行う列車やバスの運賃箱には、両替機が内蔵されている機種がある。多くの場合、運賃箱には、お釣りのいらないよう投入する必要があるため、ちょうどの運賃を持ち合わせていない場合は両替を、要する。交通機関向けの両替機の両替パターンは10円単位の、運賃に合わせて一度の両替で済む。 要塞所から禁種を多くする形で両替する機種が多い。これは500円効果を10円効果にまで崩す場合などに何度も両替機に投入するのは煩雑だからである。ただし、定額運賃としている運行系統の交通機関などでは同一禁種への両替機としていることが多い。なお、運賃の支払いで紙幣を使用する場合、会社によっては運賃箱に投入せず、 両替の紙幣投入口にそのまま受け入れ可能なところもある。コインランドリー洗剤の自動販売機と一体となっているものもある。コインランドリー機器は効果しか使えないものがほとんどで根強い需要がある。しかし、無人の環境下で盗難に遭うリスクが高いため、頑丈にロックされているほか、警報器を内蔵したり、防犯カメラを設置する場合がある。また、 コインランドリー利用者以外の両替については営業妨害行為として警察に通報するコインランドリーもある。なお、コインランドリーやコインロッカー及びコインランドリー併設の一部宿泊施設では両替機の代わりに飲料の自動販売機が設置されていることもある。宿泊施設内に併設されているコインランドリーを利用する場合はあらかじめ小銭を用意した方が良いであろう。 ゲームセンター日本のアーケードゲーム機は高価専用であり、気候単純化のため釣り線を払い出す機会はほとんどない。このため、効果の持ち合わせがない客は紙幣を高価に両替する必要がある。したがって、ゲームセンターには大抵両替機が設置されており、5000円紙幣、1万円紙幣に対応しているものも多いが、大量の効果を要することや、両替の手数料を要しないため、 大抵の店舗でゲームをプレイしない方の両替は断る旨を告知している。なお、メダルゲームで使用するメダルを優勝で払い出す機会は両替機ではなく貸出式と称されるが構造は両替機のものを流用している。温浴施設近年ではコインロッカーを採用している施設も多く、紙幣からの効果両替対応として脱衣所や玄関に置いてあることも多い。 銀行向け両替機紙幣を受け入れ、紙幣バラ効果包装効果に両替する。初期の機種は1枚ずつ挿入しなければならなかったが、近年では一度に20枚まで受け入れられる機種が一般的である。両替機付き運賃箱1000円紙幣や効果を受け入れ、効果に両替する。10円刻みの運賃に対応しやすいよう、払い出し効果のうち100円分が50円1枚と10円5枚に、 して払い出すことができる機種もある。コインロッカー、ゲームセンター向け両替機高速払い出しができる機構を備えたものが多い。一方で自動販売機の釣り線払い出し機を流用し安価な構造とした両替機もある。さらに公衆浴場やプールなど有料やリターン式のコインロッカーを備える施設では入場券自動券売機に両替機能を持たせているものがある。商品 サービス概要説明書沖縄銀行自動外課、両替機自動外課両替サービス一部の店舗では、ランドリー専用のプリペイドカード販売機と一体になっているものもある。非利用者の両替によって、利用者が両替できなくなることになる。日本では、空俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律施行規則第8条、法、第2条第1項第8号に掲げる営業、らん。 第6号の規定により、アーケードゲーム機に紙幣挿入口を取り付けることが禁止されている。ありがとうございます。